ふるさと PR フェスタは、台東区と交流のある自治体が特産品などを区民の皆さんや区内業者に PR するイベントです。姉妹友好都市が特産品などの販路拡大を目的に区内業者に向けて PR するふるさとビジネス相談会と、広く区民の皆さんに各都市の特産品や文化観光情報を PR するふるさと交流広場が開かれます。この番組ではイベントに先立ち、ふるさと PR フェスタへ参加する20都市をご紹介しましょう。まず最初に台東区の姉妹都市、宮城県大崎市から届いた PR 動画からご覧ください。笹結び、うめな。おじいちゃん、笹結びって何？私が説明しましょう。笹結びは、あっさりサラサラ、冷めても固くなりにくい笹錦と一目惚れを掛け合わせたお米で、笹錦の味、そして一目惚れの大きさは理屈じゃないのよね。大崎からの贈り物、笹結び。笹錦や一目惚れ発祥の地、宮城県大崎市と台東区は、東北新幹線の開通を起源として昭和59年に姉妹都市の締結をしました。美味しい食材が豊富なほか、日本酒、発泡酒、どぶろくも味わえます。鳴子温泉郷は多くの観光客に親しまれ、ゴルフやキャンプ、スキーなどのレジャーも楽しめます。昭和57年に友好都市の提携をした長野県諏訪市は、諏訪湖と霧ヶ峰高原に囲まれた自然豊かな町です。諏訪湖は夏の花火大会でも有名。霧ヶ峰高原では蓮月ツツジ、日光キスゲなど季節の高山植物を見ながらの散策が楽しめます。台東区はこの地に霧ヶ峰学園を設置し、以来多くの区民が利用しています。日光には世界遺産に登録された日光の社寺があります。江戸幕府を開いた徳川家康を祀る日光東照宮は、17世紀初めに当時の最高技術を用いて作られました。栃木県日光市と台東区は東武鉄道の起点と終点という関係が縁で、昭和60年に友好都市の締結をしました。日光の社寺、奥日光の湿原、日光杉並木街道など世界に誇る雄大な自然と歴史的文化的遺産があります。鬼怒川温泉をはじめとする多くの温泉地も魅力です。南会津町は福島県の南西部、栃木県と接し、東北地方の南の玄関口となる地域です。四方を山々に囲まれ、豊かな自然があふれる水源の町です。町を駆け抜ける大屋台、響き渡る掛け声、子どもたちにより大屋台の上で演じられる歌舞伎も見どころです。雄大な自然に包まれた南会津町、まだまだご紹介しきれない魅力がたくさんあります。ぜひ一度この自然と歴史、文化に触れてみてください。お待ちしています。福島県会津美里町と台東区は、戦時中の学童疎開が起源となり、昭和61年に友好都市の締結をしました。
主要産業は農業。特産品として藍住米、高田梅、新鶴ワインなどがあります。観光文化では藍津発祥の起源に由来する伊佐住神社や野口英世博士ゆかりの中田観音など由緒ある神社仏閣があります。また東北最古の焼き物として知られる藍津本郷焼が受け継がれています。伝統行事としては奇祭大田原引き、文殊祭、お田植え祭り、瀬戸市、新鶴ワイン祭りなどがあります。大分県豊後大野市は台東区名誉区民である彫刻家朝倉文夫の出身地で、昭和62年に友好都市の締結をしました。大野川の豊かな水によって形成された県内屈指の畑作地帯が広がり、起伏に富んだ地形を生かした日本ジオパークなどもあります。浅草寺に10年に一度大わらじを奉納している山形県村山市。村山市には全国に誇るおいしいものがいっぱい。フェスタではこの季節ならではの果物などを用意し、皆さんをお待ちしています。村山市には山形新幹線村山駅があり、山形空港からも車で15分。6月には東ツアーバラ公園のバラも満開になり、さくらんぼとともに楽しめます。ぜひ遊びに来てください。浅草寺への大わらじ奉納を起源として山形県村山市と台東区が友好都市の締結をしたのが平成20年。2万株以上のバラが咲き誇る東沢バラ公園は、バラの時期はもちろん桜や水芭蕉の名所としても知られています。江戸時代の探検家最上徳内にちなんだ村山徳内祭りも人気です。以上、台東区姉妹友好都市のご紹介でした。それでは番組後半もふるさと PR フェスタ参加都市の映像をご覧ください。よし君、10年ぶりぐらい？ただいま。おかえり。ただいま。Thank you.
ウルルンに困ったら小松。琵琶湖、その北東に広がる長浜市、豊かな自然と歴史に彩られた町、伝統の文化をしっかり守りながら生き生きと今を呼吸し、人は優しく活気にあふれ、その息吹は静かに人の心をよみがえらせてくれます。心の旅がここにある。ご紹介してまいりましたふるさと PR フェスタ参加20都市、それぞれの町がその地域ならではの特産品を揃えて皆様をお待ちしております。ぜひふるさと PR フェスタにお出かけください。